はい、おはようございます。クワガタブリーダーのアニアです。今日の動画なんですけど、急遽今動画撮ってまして、ツイッターの方でですね、タランドゥース 94.5mm 羽化したということのツイッターを見たのですが、その個体についてお話ししていきたいと思います。で、まずタランドゥースの 94.5mm って聞いて、僕は正直感情がぐちゃぐちゃになってます。はい、というのも、タランドゥースブリーダーとして、僕嬉しいなって思ってたり、レコードを狙ってる身として、いや、94.5mm は凄すぎるでしょっていうところが、すごい感情が渋滞してる感じなんですけど、まず、一番最初に僕が思ったのは、すごいなって、90mm を出すのすら、もう結構大変なんですよ。まあ、タランドゥースを飼育したことがある方だったらわかると思うんですけど、90mm って壁なんですよね。そっから93を超えて94で、おい、どこまで行っちゃうんだ、みたいな感じで思ってて、ちょっとすごいですよね、もう。多分、この記録を超えるのは、多分難しいんじゃないかな。と思ってて、まあ、現タランドゥースレコードブリーダーのタフィーさんという方が前回 92.6mm っていう個体を出して、さらに今回 94.5mm 自身の記録を自身で塗り替えるっていうね、とんでもないことをやってのけたんですけど、正直今回とんでもない個体が羽化したっていうのはタフィーさんから聞いてました。その個体がまさか 94mm だとはちょっと僕は思ってなくて、もう言葉が出ないですね。なんて表現したらいいんですかね。例えが浮かばないですけど、 100m 走で金メダルを取るためには10秒を切らなきゃお話にならないのに、さらに9秒を切ってきたみたいな、もう8秒台で走る人がいるみたいな、そんな感じ。まあ、この例えが皆さんに伝えるあるのかどうかわかんないんですけど、正直僕の中ではもうそんな感じで、とんでもないことが起きたなっていう。まあ、もちろんね、僕も僕でその個体に負けないようにね、まあ 94mm でかすぎるけど、レコードは継続して狙っていきたいと思うんですけど、まずは 92mm ね、僕はちょっと狙っていかないとなっていう。サランドゥースブリードがね、こっからさらにね、盛り上がるんじゃないかなって僕は思ってますし、もう2022年のね、僕のクワガタライフがね、とても楽しいことになりそうだなっていう、タランドゥースブリーダーとして、レコードを狙ってるものとして、僕は今めちゃくちゃワクワクしております。というわけで、今日はね、こんな感じにしておきたいと思います。まあ、長々とね、話すつもりはないんで、この辺で終わりにします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。